おはようございます。緊急的にカメラ回してます。本日なんですけども、オーターハウターマーケットにてラストホープの岩藤さん、岩藤社長に紹介していただいた長野県にある成功技研さんの商品なんですけど、これがすごすぎて皆さんに紹介したいなと思います。これ何かっていうと、まあ、まず見てもらったら一番早いと思うんですが、今こういう状況になってます。真っ白で何も見えない。これ実は水蒸気です。ただのここ、はい、でこの先端から普通の加湿器じゃ考えられない量の加湿がされてるという感じです。はい。でこれ何かっていうと AG500SW って言って、まあ、超音波加湿器って言って、要は塗装するための専用の設備です。ディーラーもこの設備を使ってるって聞いたんで、うちもあの日からその成功技研さんの商品を使いたいということで送っていただいて使ってます。でこれ何かっていうと、まあ、シンプルに塗装の時間が早くなる、仕上げの時間が早くなる。理由はホコリが少なくなるからです。空気中に舞ってるホコリが少なくなるのと、静電気が除去されるっていうところで、この商品は生産性に対してすごい貢献してくれるっていうところですね。実際使ってみてどうなんてところなんですけど、まあ多分見てもらうのが一番早いと思うんで、今から実際この加湿器を使って僕は塗装をしていきます。はい、ではやっていきます。 PIC チャンネル。使い方としては簡単で、まあ塗装する前に加湿器を焚いて、この空中を加湿水蒸気だらけとか、これちょっとすいません、撮影上の都合でやりすぎてます。ちょっと喋ってる間にかなりの量出ちゃったんで、でもう先に言っとくと、塗装する対象物が濡れたり湿気を帯びると塗装のトラブルになりかねないので、塗る前に加湿を焚いて、必ず塗る対象物はエアブローして水蒸気を取ってあげる、濡れてない状態にするってことがもう大前提です。今スイッチオフにして、今からブース回します。で中入る、見てもらうと分かるけど、ブースが今回ってるから、どん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 一瞬で水蒸気がなくなる。これ分かりやすいね。塗装してるとこんな状態なんですよ。下にずっとミストが沈殿していく、吸ってくれる。これがブースの威力です。マスクして塗りたいと思います。でよく YouTube やってからなんですけど、これ全国からよく塗装に関するお問い合わせいただく中で多いのが、ブースってどうですかって、ホコリ少ないですかとか、どれぐらい時間早くなりますかってよく質問電話で受けるんですけど、一つだけ言えるのは、カーテンブースで塗っても、こういう5000万もする塗装箱ブースで塗っても、やる人がちゃんとしたポイントを押さえてないと一緒です。どんないいブース使っても仕上がり悪い人は悪いって僕が言ってるのはそこで、ホコリが少なくなるってことは、次の工程磨きが早くなる、そして品質も上がる、で納車できる、早くなる、お客さんにいい品質を届けれる、これを理解してる職人だけが使いこなせる。どういうことかというと、やっぱりやる前にきちんとホコリを防げる努力はする。エアーで飛ばす、自分の体もエアーで飛ばす、で静電気抜く、こういうことを一個一個塗装する前に必ずやらないと、こういう超音波の水蒸気使っても同じです。これだけ言っときます。このラックとかもね、何気にやってるけど、こういうのもね、ちゃんとやんないと、もう一緒です。で、これ静電気除去剤、最後にこれを使って、こっち。
くちゃ綺麗に洗ってます、塗装する前に。で今からじゃあ塗っていきます。まずベース、止まった、もう色止まり終わったんで、次クリアにしていきます。塗り終わりました。仕上がりもめちゃくちゃ綺麗です。でこの後乾燥して、これ CC6750 って湿気で乾くタイプのクリアなんで、今塗り終わりました。多分30分ぐらいだと思うんだけど、塗装時間。ここから炙らずに自然乾燥で1時間もしくは2時間置いて、ちょっとホコリを1個2個パパッと取って納車できるということで、めちゃくちゃ生産性が上がります。皆さんも良ければ使っていただければなと思います。この商品の問い合わせ先は概要欄に貼ってますから、お問い合わせいただければなと思います。これぶっちゃけ案件でも何でもありません。単純に本当にこの商品がいいなと思ったんで紹介させてもらったまでなんで、詳しい内容とか製品の特徴、大きさとか、例えば使い方とか、そういうのはもうメーカーの方に問い合わせて聞いてください。今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。